エナジーボタンを押して励ましてあげる。ふぅ言った後に恥ずかしくなっちゃう。恥ずかしくなっちゃう。はい、無敵ダンスの歌詞みたいな無敵エナジーを注入して踊って忘れたいことを紹介します、はい、残念エピソードとかへこんだことをヘビーちゃんたちから送ってもらっているので励ましの無敵ワードでお届けしてあげたいと思います。はい、じゃあ、紹介していきますか。はい、紹介していきましょう。はい、ペンネームひちゃんさんからいただきました。はい、翔平さん、美人さん、ゲストの小南さん、こんばんは。こんばんは。悲しいことがあったので聞いてください。はい、去年買ってもらって気に入ってたサンダル、うん、今年履いたらめちゃくちゃ靴ずれしてました。去年はこんなことなかったのですが、うん、気に入っていただけに残念です。うん、おそらく体重の増加が原因と思われます。足痛いです。励ましてほしい&、うん、痩せたくなる言葉をいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。なるほど。これさ、でもあるあるじゃない、うん、なんか、うん、今年めっちゃ靴ずれするなとか、うん、ありますよね。あるある、ね、去年履いてたのに、ね、あれ何なんだろうね。いや、なんか普通骨格というか、うん、なんか歪んできてるじゃないかな。歪んでんのか歪んでんのか、なんかありません。僕それ結構健康系の動画見ちゃうんですけど、足のそのなんですか、O 脚とか X 脚とか、そういうその小指がとか。なるほど。そういうのが多分いろいろあるのかなって。健康系の動画見てるの、うん、はい、すげえな。はい、じゃあ無敵励ましワードを届ける人をサイコロで決めましょう。はい、ということで、じゃあ、はい、コナンに、コナンにこうサイコロ投げてもらう。ここでいいんですか。下で、はい、下でこれ当たった人が励ましワード。なるほどね。励ましたい、励ましたい、励ましたい励ましたいんだ。励ましたいよ、いきます。すごいね。てるるるんてーん、いやじゃじゃん、橋本さんです。翔平くんです。お願いします。翔平こういうのね、すっごい苦手なんです。こういうのいやでも難しいですよね、人のことを元気づけるってね。でもね、そうそう、意外でもね、本当に痩せたいも言ってたね、まあ、痩せたいの、痩せたいし、痛いのを慰めてほしいとか、痛いのを慰めてほしい。なんですかね、うん、どういう経緯で来るんだろう。まあでもちょっとコナンからヒントもらったんで。お、来ました。はい、じゃあ行けますか。もう行きましょう。はい、じゃあそれでは翔平の無敵励ましワードです、どうぞ。去年履いてた靴、履いて靴ずれしたんだって。めちゃくちゃ気持ちわかるわ、俺もそういうことある。なんか体重が原因でとか言ってるけど、意外とそんなこともないと思うよ。健康面、自分の歩き方、横脚とかそういうのとか今一度調べてみて。あと痩せたいらしいね。そのままでも十分いいと思うけど、そう思ったあなたが素敵よ。ちょっと全然終わりどころ、どうしようどうしようどうしようみたいな。結構長尺で長尺でなかなか、でもちょっと健康のアドバイスありがとうございます。それぐらい伝えたい気持ちがあったということですか。あ、本当は長くなくていいってことですよね。全然一言でもいい、別に、うん、一言でもいい別に。はい、はい、続きまして、ヘビーネームミクさんからいただきました、はい、橋本さん、川澄さん、ゲストの小南さん、こんばんは。こんばんは。今回初めてメールを出させていただきます。最近期末テストがあったのですが、結果がコミュニケーション英語という教科で、うん、なんと学年最下位を取ってしまいました。さすがに自分でも信じられないですということで。いや、コミュニケーション英語っていう教科があるんだ。英会話とは違うんですかね。まあ、でも英会話的な感じなんじゃない。そうそうそう、英語の授業っていうよりはまた別であるんじゃない、コミュニケーション英語っていう。それめっちゃいいな、その授業。ね、いいね。結構ためになりそうですよ ね、まあ、でもそれでね、最下位だったということなんで、はい、じゃあ、励ましたいか。励ましたい、励ましたい、行くぞ。励ましたい、励ましさせてくれ、行くぞ、頼むぞ。ウィーガちゃんだよ、これは。これはウィーガちゃんっすよね。これは時間的に最後でしょ、だって。じゃあ、まあ、よ、いいですか。そうよ。まさか、まあまあまあね、しかもさっき
と同じ緑の緑ショーテ君をしかも絶対俺じゃないと思ったら最後の何この何か見えないやっぱねその気持ちが伝わっちゃってるのよ気持ちが、ねはい、なんですかコミュニケーション英語で最下位取ってしまった、うん、そうですかまあでも ね最下位なんてまあまあそうですよね、うん、そうだよはい、いけますもうおいけるですじゃあそれではコナンの無敵励ましワードですどうぞテストお疲れ様ねコミュニケーション英語で最下位だったのそっか、まあ、それはショックだよねでも大丈夫だよこれから俺とコミュニケーション取ってこうえーめちゃくちゃいいじゃん素晴らしいめちゃくちゃいいいいいやいやいややり慣れてるねやり慣れてまあもうやらされてますからねこういうこといっぱいねそうそうそうもうめちゃくちゃこれだよこれこれこれだねこれ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 だねやっぱ見習わないとねうんいやめちゃくちゃ良かったなよめちゃくちゃ良かったそれしか思い浮かばなかったですなんかボケたかったです正直でも恥ずかしいじゃないいや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 でもめっちゃ良かったよいや長さも良かったし長さ良かったうんいやまずか全部完璧だった絶対美心くんだよ次はじゃあもう俺はいいよ俺もじゃあこれラストです、はいペンネームさきさんからいただきましたありがとうございます翔平くん、美人くん、ゲストの小南くん、こんばんは。こんばんは。私が最近へこんだことは、うん、料理をしているときに調味料をこぼしたことです、手に持っていた鶏ガラスープの粉末が手が滑ってしまい床一面に広がりました床が汚れたショックと食べ物を無駄にしてしまったショックで悲しくなりましたということでございますはい、はい、振りますか励ましたいか励ましたい励ましたいか励ましたいいやもうこれはサイコロだよまあね、これはね、うん、これはもうサイコロでいきましょうサイコロだよこれははサイコロの意味なくなるからうぃーガチャーンあれなんか俺が見たのと違う画面だけどいややっぱ持ってるね持ってるわ持ってる男だわ本当にもうちょっと待って好きすぎないかいや俺これだったんだよな今みたいに違う翔平なんでこんな翔平出る翔平に出るように重りついてんじゃないこれあのこっちとこっち3連続俺ってあるある怖いっすねないよもういろいろついてますよだからすげえわすごいですねじゃあまあいやでもちょっと料理専門はやっぱ、はい、確かにねコナンなんで確かにしかも掃除も入ってるしねそういうことあこれ伏線回収なるほどねそう鶏ガラスープをこぼしてしまったこぼしてしまった無駄にしてしまった無駄にしてしまったわかりましたいきますいける、はい、じゃあそれではコナンの無敵励ましワードですどうぞお料理食べてみたいなでもその時に何調味料落としちゃったのかそっか、床に、うん、じゃあ俺その床ペロペロ舐めてあげるボケに走ったなボケに走った鶏ガラをまんまで、はい、結構濃いぞはい結構濃いぞ鶏ガラまんま君の罪悪感僕の唾液で薄めてあげる、はい、おいおいおいいいねめちゃくちゃ技ありだな、うん、あ技あり技ありだよちゃんと楽しいな僕こういうの好きなんですよね好きなんだ好きなんだ楽しいですなんかいいわいや素晴らしい素晴らしいありがとうございますありがとうございます本当にはいあ面白かったちょっとさすがでしたありがとうございます以上エナジーボタン押して励ましてあげるでした